夢の中の私は中学2年生同じクラスの土地東県玉の井親方に恋をしたうちも土地東の親友の千代大会に仲を取り持ってもらえるようお願いをしました千代大会の計らいで徐々に親しくなっていく土地東と私夏休みに入る前思い切って告白しましたがお前のことは友達以上には見られないとあえなく拒否昇進の私を慰めてくれたことで恋に落ちたのはそうそう千代大会だったのですという少女漫画の王道パターンを経て好きになった千代大会現実の世界でもなんとなく気になり始め相撲中継を見ては胸をときめかせていましたあれから15年以上経った今で相撲中継でお二人の姿を見かけると胸が締め付けられる思いがします夢なのにというねこれやっぱあれですかね先ほどのあのケミストリーのねあれともあるけどやっぱその三角関係とか好きだよね多分そのほら三角に限らずさ例えばそのなんだあれあれ花より団子とかもさやっぱ複数でどっちの本命はいるんだけどでもこっちからも言われてまんざらでもない私みたいなこのやっぱまんざらでもない私っていうのはこれやっぱ女性の萌えポイントのキーワードなんですかねあんまり多分男のそっちの妄想でその複数要するに単に困ったことになったみたいなことだからさ多分さそのまんざらでもないわ多分あんま少ない気がするんだけどねどうですかねこれからの寝言のね動向にちょっと注目してみたいですねはい行きましょうかねどんどんね天田女性だはい思い沢さん36歳女性からのメールです仲間内でバーベキューをしている夢ってのこと賑やかな輪から少し外れたところでつなぎを着てバイク修理をしている彼みんなはこんなところで作業をしていることに気づいている立ち上がり汗を拭ったタオルを頭に巻きタバコに火をつけバーベキューの煙を遠く見上げる松田龍平だなんだこの書き方この書き方なんだ何も食べていないじゃないか私は焼き網から焼けたものを掴むと松田のところへ走るタバコの煙越しキョトンとした顔の松田龍平のつなぎのポケットにねじ込むこれ何鳥顔を見つつすぐ焼き網までの戻りまた松田のところへ戻しチョリソをポケットにねじ込む焼き網に戻るまた松田のところへ戻しチョリソをポケットにねじ込むされるがままの松田龍平何往復しただろうかそんなに食べられないよ笑顔で松田はその私を痛め食べられないそんなに朝食キャット私は照れ隠しそっと言いって走って仲間の輪に戻った松田龍平はポケットからチョリソーを引っ張り出しこちらを見ながらしばらくハンでいた食べるじゃないですねハンでいた当時松田龍平は映画青い春にご出演されていたその後アマちゃんの水口役で水たくまつりを巻き起こすなどとは夢にも思うかっこいいのかブサイクに瞬間ごとに判断が揺れ動く顔だゆえに目が離せなかったが正直好きでも嫌いでもなかったしかしポケットにねじ込んだチョリソーを笑って受け入れたやつとして評価が急上昇そんなに食べられないよと言った私だけの松田の笑顔を思い出しては夢使いに来たその夢を見てから恋愛写真ナインフォース昭和歌謡大全などの映画を借りストーリー仕立ての車の CM を見て好きは確定されました知らねえよ知らねえよこれでもなんかちょっともうすでになんていうか本家の中のカット割りできてるんですよ登場シーンだった松田龍平だっていうその瞬間顔がこうカメラがふってこう上がると松田龍平なんだこれねまあそのチョリソーをねじ込むっていうのもさあれっていうのというね装飾にギャップなんか女の人が喜びそうなねポイントみたいなのがある感じがしますねはいいきましょうかねじゃあ29歳男性麻婆さんからのメールですそれはズバリ藤子 F 不二雄先生の名作ドラえもんの妹のドラミちゃんです当時からドラえもんが大好きで漫画アニメを欠かさず見ていました特に彼女に特別な思いをなく純粋に楽しんで見ていました当たりましたよドラミちゃんがドラミちゃんにそんな感情ドラミちゃん可愛いけどねしかし突然夢に現れたドラミちゃん見た目は特に美化されておらずアニメに出てくるそのままでした夢の中での私はどこか田舎の丘に寝そべっていた丘の上からドラミちゃんが駆け下りてきて私の横に寝転んできましたそして横を向く
キラキラした瞳で、さあ行きましょう、横澤恵子さんの声で、あの丸い手で、私の腕を引っ張り一緒に泳ぐ、いつの間にか周りがお花畑になっており、私の腕を引くドラミちゃんはとても楽しそうな笑顔でした。この時点で完全に彼女に惚れてしまった私なんとこれが私の初恋でしたあー、二次元来ちゃいましたね。まあ二次元っていうか、夢の中ではまあ三次元状態なんですね。あの丸い手では、ただね、俺これ見て思ったけど、ドラミちゃんは可愛いよ。あれは普通に可愛い。なんかその意外感はないね俺の中ではないね意外感は特にない感じだと思いますけどね。はい、じゃあ行きましょうかね。みかんくん24歳男性からのメールです。これしかもすごいよ。僕の初体験は13歳のキレイキレイママと住まってました。キレイキレイママってご存知ですか？ハンドソープのキレイキレイのキレイキレイママすごい、なんていうかな、絵ですよね。可愛らしい、まあ、清潔感のある、ハンドソープのキャラ系ですね。まあ、完全に絵ですよ。絵本に出てくる、別にもう性の匂いとか一切しない、キレイキレイママっていうキャラ、キレイキレイのママなんですけど、そうです、僕はキレイキレイママとセックスする夢を見たの。すごいな、キレイキレイママは皆さん、キレイキレイママカタカナで検索してみてください。こんなグッドですね。キレイキレイママは僕の上に乗っかりながら唇に人差し指を当て、ごめんね、私はここに来ちゃいけない人間だから早く済ませて、そう言って僕を導き受け入れ、そして僕は生きて回る。ママには乳首がついていませんでした体は鉄のように硬かったです。擬人化ってそれさえない、初めての子は緊張していたのでしょう。どういうことか。夢が覚めた僕は初めて苦戦していました。CM に出てくるママ、当時と変わらぬ姿を見せてくれます。大人になった僕も相手してくれる日は来るのかな。怖いよ。僕の準備はいつでもできた方が困っているよ。怖いよ。なんか怖い。さっきドラミちゃんはね、意外性ないなって言い方しましたけど、キレイキレイママ、これ絵見ると、本当僕たちの裏の平面っていうか、本当にそのキレイキレイなママっていうか、意味しかないよ。当然 CM で出てくるくらいですから、性の誘惑一切、だって胸なんか一切ないですから、かつ胸の線の角度つけてないじゃないですか。それはもう当たり前から、それは性経験もあるっていう、まだ乳首はそれは、そうそう、乳首がついてる間、体は鉄のように硬いとかさ、そういうとこまで行ってもなお、その性的意味でしょうからね。恐ろしい、意見に奥深きはってことですね。はい、じゃあラストに行きましょうかね。ラジオネーム世界の一つまさん、これが一つまさんってことは女性なのかな。カルトメールに行ってみましょう。つい前日見た夢です。人伏せに骨を使ってタマフルの収録見学する機会に恵まれた私、これ夢ですよね。夢ね、タマフルこの番組ですよ。タマフルの収録見学する機会に恵まれた私、最初は普通のスタジオっぽい部屋に通されたのですが、この週は聴取率調査週間と思ってスペシャルウィーク、次第にスタッフが増え物しい雰囲気。スタジオの奥にある各国首脳が階段に使えそうなピッカピカのハイテク巨大会議室に収録場所を変更し、歌丸席の目の前には大きな液晶モニターが用意されていました。歌丸さんは私ですよ。歌丸さんはこのモニターに表示されるスタッフの考えた言葉のみをあたかも自分と語るのようにおしゃべりして放送するという段取り。私は、聴取率調査中間でやっぱり大変なんだと思い傍観してた、部外者なのになぜか歌丸さんの左手に出席して、をしているうちに22時が近づき、スポンサーなのかお偉いさんなのか、スーツ姿の中年男性が埋め尽くされる会議室だったし、歌丸さんが一言でも止めれば不思議なツッコミ、正面もなぜか隠さない、まるでレイヤーの面々に囲まれた怒り言動のような苦虫を噛みつぶしたような表情で一切の言葉を発せず放送に向けて気持ちを作る歌丸。まあだから僕の大好きなあれですよね、あのエヴァンゲリオンのね、これですよ、このポーズね、まあ、放送で見れませんけど、怒り言動ポーズなんでしょうね。そんなシリアスでナーバスな雰囲気の中、私は歌丸さんの手元のメモ帳に何を思ったか落書き
めました。私が犬で寝転がってて、シマウマシマウマホレベルの単純なイラストシマウマホレベルの単純なイラストを描くと、それを一別して無言でその周りに瓦礫を描き、アキラのような電気町の部屋に帰るんだ。そう、可愛らしい。